管弦楽団を守ろうという動き、市民活動は昨今の新聞その他で皆様ご案内の通りです。2011年に神奈川フィルブルーダル基金を設けました。と同時にこの頑張れ神奈川フィル応援団、団長には黒岩神奈川県知事、そして副団長には先ほど代読をしました林横浜市長です。今回多くのリクエストにお答えいただきお越しいただきました。まずは挨拶代わり、ドリームオブハーモニーのオープニングファンファーレブルーダルプレリューで、定期演奏会やりますので、こんだけの方が来てくれたら新聞に沙汰になると思います。多分それぐらい、したいです。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私からも今後の神奈川フィルへの応援をよろしくお願いします。今日はようこそお越しくださいました。この後2曲一緒に演奏してくださるということでございます。参加者の皆さんにとっても非常の体験になるのではないでしょうか。さあ、そろそろ始める準備をしていきますが、奥の皆さん、いっぱい練習してきて隅っこの方で申し訳ございませんが、元気ですか、元気ですか。はい、ありがとうございます。ほら、手を挙げるの皆さんお分かりかと思います。隅々までいただきありがとうございます。こちらの皆さんもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。一人だけ T シャツのサイズがめちゃめちゃ出てる。忘れませんからね。ちょっとしたマイクです。皆さん大丈夫ですか。ありがとうございます。明日ラジオのシチュエーションに緑のタオルも声かけてくださっていきます。ありがとうございます。さあ、それでは実況式を取っていただいている音楽の先生の皆さんを紹介します。まずは岡田有弘先生。この矢倉の上から指揮をしてくださいます。はい、神奈川明弘先生いらっしゃいますか。神奈川さん、はい、お名前をクレジットで紹介をさせていただきました。で、指揮が先ほど紹介した岡田さんで、私が指さす方法にテントがありまして、編曲エレコン小林由香さん。セカンドエレクトーン西川恵梨香さんと八谷夏美さん。
ドラム大石テリアさん、そしてスーツに身を固めた神奈川フィルハーモニー管弦楽団金管アンサンボール、そして大変長らくお待たせいたしました、皆さんの歌がないと花火が打ち上がりません、大変長らくお待たせしました、2013横浜銀行ドリームオブハーモニーオープニングナンバーは横浜しか、続いて世界に一つだけの花、それでは2曲続けてお願いします。待って待って、じゃあ喫煙所の辺にいるんだけど、es un amanecer. まだ落ちられへんからさ、先にはチークないよ、候補も走って走ってあるのはあれだろうけど、たどり着けるかが、わかんないね、合流できないよ、この通り、カフェアとともに出ております。